はい、皆さんおはようございます。こんばんは、キルマッキーです。はい、というわけで今回は、はい、下北沢に来てます。はい、というわけで今回はですね、サウナランドアンダーノースヘブンに行ってみたいと思います。はい、こちらがですね、去年も行われていたんですが、下北沢の駅のすぐそばの路地で行われているテントサウナイベントなんですよね。で、僕は去年はね行けなかったので、今年こそはということで3月にしてやっと行けそうです。気温もぐんぐん上がってきてまして、今日20度あるんですよ。これは外気浴も最高に心地いいだろうなということで、めちゃめちゃ楽しみにしております。それでは早速行きましょう。さあ、準備が整ったので行ってみましょうか。これはすごい、このでかさ、広さ、すっげえな。ここはなんか寝サウナ推奨ってお話だったんですけど、ちょっと座りか一回。セルフローリーもできると。あっつ。ちょっと。ここもでもだいぶ暑い。ここだって今何度あるんですか。ここがね。100は平気で。あります。言ってますよね。これ。あっつ。ちぇ。サウナっていうぐらい。はい。ぜひぜひ。ちょっと暑すぎて iPhone が耐えられませんでした。足きた。気持ちいい。よいしょ。うわ。これはいい。これはいい。うわ、めっちゃいいじゃん、ここ。めっちゃいい。ちょうどいい暑さだ。ちょうどいい暑さだけど、なんだこれ。ちょうどいい暑さとか言いつつ振り切ってんだ。やば。ローリューいきますか。
目指せ10分いきます。さっき暑さちょうどいいとか言ったんですけど、もうロウリュしたらやばすぎる。120、確かに振り切ってるわこれは。ちょっと10分無理だ無理だ。いや熱い熱い、いやもうタオルが熱い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 。でこのファスナーが熱い熱い。まだ行ってないんで、ちょっと行ってみようと思います。そんな暑いんですね。これだと思うんですよね。しゃあ、うわ、暑っ。マジか、顔熱っ。え、入れない入れない、熱すぎて。え、うわ、熱っ。ちょっと待って、やばいやばい、画面がもう全然、この辺ぐらいまでしか締めなくても全然大丈夫だと思う。うわ、こんぐらい焼けとくとちょうど熱すぎ、もうすぎない。この蒸気がやばすぎて、やばいっすね、熱っ。うわすごっ、すごい。え、こっちもこんな感じでちょい焼けに、ちょい焼けがちょうどいいかもしれないですね。そうっすね、もう切り切りまくってますね。そうですね。これすごい、うわやば、これローリやったらやばいっすね。やばいと思います。そりゃやりますよ。よし、うわ怖っ。うわ、やばい、熱ー。ちゃ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 、やば。ちょっとこれも締めますね一回。お、すごい勇者。熱っ、あー。やっちゃいます。あー。よし、ローリーやっちゃおう。ちょっと追い込んでいかないと。いやちょっとこんなもんやばいやばい、やば、今までのテントサウナで一番熱いかもしれないです、ここ。こういうセッティングってなかなかやんないですもんね。すごい、湿度がとてつもないっすね、この、うん、これ入れる人を選ぶような感じですもんね。やばいっすね、全然カラカラじゃないんで、はい、めちゃめちゃ入りやすいっちゃ入りやすいんですけど、カラカラよりは。そうっすよね。あっす。ただただただすぎる、熱すぎる。ブレンドしちゃってってことですか、はい、これ、なるほど。じゃあこれ持ってっちゃいますね。はい、上の方をちょっとこの火のとか熱くなるんで下の方に。これでーす。よいしょ。ということで、どれにしようかな。いやちょっと迷うな。ブラックフォレスト、マウンテンハーブ。
わ、めちゃくちゃいい香りじゃん。うわ最高、めっちゃいい香りする。ここは、あ、ここも振り切ってますね。振り切ってる、めっちゃいい香り。うわマウンテンハーブ、使い方覚えた。どうですか？最高ですね。ありがとうございます。また来てくれますか？行きましょう。もうちょいで終わっちゃいますもんね。そうですね。21日までなんで、またお待ちしてます。じゃあ失礼します。サウナランドありがとう。テントサウナ、サゴー。